はい、どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。今回もトゥームレイダーディフィニティブエディション、続きやっていきます。さて、嵐の先森たちの洗礼を受けながらもですね、懸命に先に進んでいってるんですけども、もうちょいですね、あと少しでサムを取り返すことができる。マサイラスだっけ、どっちでもいいけど待ってろよ。ほんと絶対にぶちのめしてやる。最後の謎解きかな。戦闘はなさそうだぞ。ほう、同じようなものを。ふむ、上か、あの上から光が漏れてるな。こいつを回すと、なんだ、めっちゃトゲトゲしいんだけど。こっちも同じ？ああ、多分閉まるんだろうな。ああ、閉まるんじゃねえな。下のあれが、トゲが動くのか、こっちの仕掛けで。多分そうだな。よいしょ。もう残るはこの先に二つと、そして最後か。やっぱりこれが最後の謎解きっぽいな。あれをどうにかすればいいんだろう。やっぱこれか。あー、なんか出てきた。なんかすごい嫌な予感がするんだけどな、これ。おう。はぁ。あれを。こうして。ああ。おぉ。おぉ。いいね。あそこに上がるにはどうすれば。どうすりゃいいんだ。もう一回。これこっち回すとどうなんだ。あー、こっちは閉まるのか。閉めとこう。あ、待てよ。で、これで閉めて、こっちを下ろすとどうなる？おお、これでいけるんじゃないか？ああ、やっぱり。これで届くか？届く？これ。届かないよね。めっちゃしゃげてるけど。え？なに？なんの音？今の。こっちからか。こっちから引いて来るから乗って、これなら飛べる。ほっ、いいね。うえいって。すげえ落ち方したぞ、ララ。太陽の城。
女王が後継者を選ぶ炎の儀式。選ばれた巫女が寺院に入る。女王より力を授けられ新たな女王。待って、どれだけの者が魂を差し出したと思っている。古の女王の魂に朽ちゆく身にとらわれ、器、権力を移すんじゃなくて魂を移すってこと。この女王たちはみんな卑弥呼、囚われし古の女王。あなたはサムを奪う気ね。そうはさせないから。黒魔術めいてんな、それ。サムが女王の魂を打つ。絶対に阻止する。なんてこった、そんな超技術、いや技術っていうか魔術っていうか、なんかなぁ、邪馬台国、そんなうさんくせぇ国だったのが。よいしょ。いよいよ最終決戦の雰囲気が漂ってきたな。キャンプがある。お、このキャンプ以降はファストトラベルを使用できませんが、薩摩焼きの壁、ご覧の通り、スキルもすべて取って、武器の回収も終了。各地の、すげえ広かったんだな、この島。うん、各地の回収、収集物もチャレンジもすべて終了。さあ、決戦のバトルスフィールドへ、いざ！聖なる塔。えらい燃え盛ってんな。よし、行くぞ。マサイアスを追いかけて。へっ。よっと。へっ。そっちだな。よっ。よし。
むむ、また謎解きか。こいつはこの金を使うってことか。あー、風が強いからこいつを使って、よーし、なんだ、おー、あれか、あれに、よいしょ、おー、揺れてる揺れてる、ララ気をつけて、ユーラがそっちに向かってる、わあ、ハハハ、したんだけど、ありがとう、船に戻して、クソ、もし私が戻らなかったらバカなこと言わないで、待ってるから、サンキュー、十分だ、あの手勢なら俺一人でもやれるはず、行くぞ、おお、ど、あ、間違えた、カッコつけてこれですか、ほんと最後の最後までだらしねえな、わかりにくいな、あ、あれね、今までコンクリートだったからわかんないよ、よし、登っていく、お、ああ、あれだな、これ見逃しに、行くぜ、下に、あ、危ない、で、こっちに登るのかな、よし、今更やることはないな、弾薬があるってことは戦闘が近づいてるのか、おお、よっ、ああ、おお、おお、あーくあー、おお、よっ、はっ、偉大なる女王よ、まずい、試練を経て我は器を手に入れた、この器に御霊を注ぎ帰還せよ、御霊を注ぎ再生せよ、今こそ目覚めよ、ああ、あ、あー、なんてこったい、もっと近づかないと、そう、あぶね、あー、くそったれ、
あ、痛い。あぶねえ。ほら、おっばっ。ほら、あ、出ない。そう。あ。いや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 、あー、今度は、あー、くそ、邪魔だ。何の音だ今の。わあ、また出てきたよ。おら。ええ。おお、痛い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 。あ、なんだ？おお、あああ、どうすんのこれ、飛ぶの？行くぞー！あいつ生きてたのか。おお、聞いてないぞ。ああ、え、ああ、ああ、ああ、背中じ弱点だな。あー、なるほど。今だ。うわー。
ざけんな、お前ら。おお、くれ、今だ。あぶねえ。は、わーい、あぶねえ。いって、ふざけんな。よし、よし、えい、あー、まだ出てくる。おー、うわー、よし、これでくたばんやがれ。あーらお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 ら、あーくなやれ。まったく、はあ、儀式長えな。だんだんギャグ漫画に見えてくるんだけど、この長さ。よし、ここだな。はあ、あ、やばい、だいぶ持ってかれてる。やめろ。あ、お箱の二丁拳銃。なるほど、二丁拳銃はこうやって生まれたのか。サム、そうはさせんぞ。燃えろ。成仏しろよ。ああ、まったく。サム、ああサム、よかった。ララ、私痛い。大丈夫、助けに来たよ。もう終わったの。ありがとう。信じてた。約束したでしょ。さあ帰ろう。なんかサム死ぬみたいなんだけど、これ。嵐が止んだな。終わったんだ、すべて。サムは大丈夫だから。何があった？終わったの。帰りましょう。よし、出発するよ。
何も見えてなかった。未熟だった。ずっと父を恨んで世間と同じように疑ってた。でも父さんは正しかった。本人にそう伝えられたらよかったのに。世界に散らばるたくさんの謎をおとぎ話として片付けてきたけど、神話と現実の境界線は曖昧だった。答えを探そう。謎を解くために。まだ続くのか。マンゴースムージーが飲みたい。アリシャが私にワッフル焼いてくれた。何かいるかい？大丈夫。島で何があったか知らんが、その怪我とあんたの目つきを見たら知りたいとも思わん。まあいい、すぐ帰れる。私は帰らない。こうして次の冒険にララは行くわけか。サバイバー is born。 こうしてサバイバーは生まれた。はい、というわけで、長々とやってきましたけど、トゥームレイダーですね。これがララクロフト最初の冒険ということで、実況やってきましたけども、これ制作者さんたちかな。急に出てきたな。で、ですね、もうすでに、情報は出てるんですけども、トゥームレイダーの新作ですね、ライズ・オブ・トゥームレイダー、Xbox One が先行独占なのかな、次元独占かな。で、海外では11月10日発売予定と、日本は多分そう遠くない時期に出るとは思うんですけども、ね。いやー、なかなか面白かったですね。ほんと映画のような、手に汗握る演出。ちょっとね、即死系にちょっとビクビクしながらねやって、まあ最後の最後で私も一回死んじゃったんだけどというね、まあなかなか面白いゲームなので、皆さんもぜひ、新作に備えてやってみたらどうでしょうか。まあおまけのレリックとか、ああいう読み物とか日記とかもですね、まあ機会があればおまけとしてあげるかもしれないですね。もうすでにそういう動画はありそうなんですけどね。どうしよう、エンディング飛ばすか。飛んだ。なんかでもエンディング後にそういうムービーとかがあったら嫌だな。でも最近はそういうのもないかな。飛ばした後に見れるかな。お、続き島に戻り、達成率の上昇を目指すこともできます。え、これ以上上昇すんの？ドンキーコングみたいだな。スーパードンキーコングみたいだ。120% とかあんのかな？はい、というわけで終わりました。次回作についてはですね、候補はまたいっぱいあるんで、まあ、またシリーズもので、対戦もぼちぼちまた始めつつ、シリーズでまた何かやっていきたいと思います。まあ、リクエストがあれば、まあ、Xbox One のゲームをできるだけやりたいんで、やっていきたいんで、Xbox One で出てるゲームで何かこれやってほしいっていうのがあったら、ひょっとしたらコメントいただければ、ちょっと検討するかもしれません。というわけで、長々とですね、この低クオリティな実況、ご視聴いただいた方、非常にありがとうございました。ではまた何かの機会があればお会いしましょう。それではまた。